つまりどんな自分であれ、先に自分が自分を愛して寄り添ってあげるということです。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は男性目線の男性をしびれさせ引きつける女性の特徴についてお話ししていきたいと思います。女性は好きな男性ができるとその人に愛されようと努力したりしますよね。自分磨きを励んだり、いいところを見せようとしたり。ですが女性目線で努力してもなかなか男性を引きつけられなかったというご相談をいただいたりします。やはりそうなると男性目線の好きな女性像から離れてしまう可能性もありますからね。ですから今日はそんな男性目線の男性をしびれさせて引きつける女性の特徴というお話をしていきたいと思います。ではまずこのような質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきます。りゅうきさんこんばんは。 LINE から失礼します。私は今年40歳になる女性です。私は好きな年下の男性がいるのですが、その男性とは何度かお食事に行ったりもしています。その男性の好きなタイプは色気がある女性と言っていました。男性目線から見て色気があって引きつけられるような女性はどんな特徴があるのでしょうか。よかったら教えていただきたいです。よろしくお願いします。というご相談です。ありがとうございます。なるほど。そうですね。男性目線から見て色気があって引きつけられるような女性ですね。今日のお話を聞けば大丈夫です。ですので今から男性目線から見て色気があって引きつけられるような女性の特徴についてお話ししていきたいと思います。今回はそこら辺にあるような表面的な話ではなく、根本的な要素についてお話ししていきますね。男性目線の男性をしびれさせ引きつける色気がある女性の2つのポイントです。まず1つ目です。1つ目はエストロゲンを出しているになります。僕は仕事上今まで数千人の女性を見てきました。男性目線から言うと男性をしびれさせ引きつける女性はやはり色気があります。これも男性によって感じる色気っていうのは違いますので、正直様々です。太っている女性に色気を感じる男性もいれば、痩せている女性に色気を感じる男性もいます。ムチムチがいいという男性もいれば、ムチムチが太ってると思う男性もいます。ただそんな女性の色気を男性は五感で感じ取っています。なので正直僕はその女性の色気っていうのは言語化するのは難しいと思うんですね。そして正直に言うと後天的に作ることができる色気と先天的な色気があると思うんです。これは人により性格とか性質とか外見とか才能とか、まあ、違いますよね。まあそういう先天的な色気がある人というのは得ですよね。別にエロい服装をしていないのになぜかエロい女性とかいますよね。その色気は作られたものではなくって、背が高いとか背が低いとか髪が綺麗とか肌が綺麗とか髪の毛がストレートとか手先が器用とか、これと同じように色気があるという感じで生まれ持った、まあ、性質みたいな感じですよね。ですからそれがない女性がそれを作り出すことっていうのはなかなか難しかったりします。野球してる人が必死で練習しても大谷選手とかイチロー選手のようにメジャーリーグでバンバン活躍するっていうのは結構難しかったりしますよね。まあそれと同じような感じなんです。ただ後天的に作ることができる色気もあるんです。まあ一般的によく言われているのはくびれを作る、痩せすぎない、唇を立体感が出せるようにする、胸を大きく見せる、谷間を見せる、スタイルを強調する服を着る、ストレートのロングヘアにする、ハイヒールを履く、上品さを出す、動きを静かにする、まあこのような感じです。しかし外面だけをいくら作ったとしても内面からの色気が出ていないと男性は本当の色気を感じなかったりもします。いくらセクシーな服装をしていたとしても行動が雑だったり大雑把だったり荒かったり乱暴だったり暗かったり下品だったり、まあこういう女性には色気を感じなかったりします。ただ内側から色気を出している女性には本当の色気を男性は感じたりするんですね。そんな内側からの色気を醸し出すにはあるホルモンが必要なんです。男性で言えばテストステロンですね。男らしさを作るホルモンの一種です。肥満はテストステロンの分泌を低下させますが、筋トレのような運動はテストステロンを分泌させます。なので多くのケースでは太ってる男性よりもマッチョな男性とか細マッチョな男性の方が女性にとって色気を感じるのではないでしょうか。そして男性は多くの女性と接することでテストステロンを分泌量が増えたりします。つまり体を鍛えて多くの綺麗な女性と接したり、いい意味でたくさんの女性に対して恋愛感情を抱いて生活しているとテストステロンが分泌されて、その男性は女性にモテたりするんですね。一方で女性にとってテストステロンに代わるホルモンはエストロゲンになります。エストロゲンの分泌がピークになると女性は発情するらしいです。このエストロゲンはコラーゲンの合成を進め、ツヤとか張りのある肌を保つのに欠かせないホルモンなんですね。柔らかさとかくびれとか女性らしいボディラインやふっくらとした唇を作り上げる作用もあるんです。つまりエストロゲンが分泌されると色気が増すわけです。また精神面でも気分明るく穏やかにしたり、優しく一途な性格を作り上げるのもエストロゲンなんですね。
そんなエストロゲンの働きを活発化させるには男性のテストステロンと同様に恋をすることが効果的なんです。それは片思いでも大丈夫です。ときめきとかドキドキという感覚が重要なんですね。また性行為もエストロゲンを活発化させてくれます。つまり男女とも異性に興味を持つことで色気を増すことができるということなんですね。異性に興味を持つことでテストステロン、エストロゲンの分泌を増やすことができるわけです。そう考えると女性の色気とはいつも男性にドキドキしている女性、男性を男性にさせる女性、男性に恋をさせる女性です。要は良い悪いを別にしてどんな男性に対してもどんなシチュエーションでもその男性に恋をしてその男性に恋をさせる女性であるということです。恋は色気を増すことができる特効薬ということですね。ですので皆さんもどんどん男性という存在に興味を持って、男性という生き物を好きになって、恋をしてどんどん色気を出してみてください。つまりいい意味で男たらしの女性は男性からして色気があるということなんです。そして2つ目です。2つ目は悪の要素を出すになります。色気がある女性って悪なんですよね。どういう意味って思った方も結構いらっしゃると思います。これについてご説明していきますね。まずなかなか色気を出せないという方って意外に多くないですか。ではなぜ色気が出ないのか。それは巨乳でないからではないんですね。実は幼少期の親との関係が深く関わってるんです。つまり幼少期に私はいい子でならないといけないという思い込みを形成してしまっていたからなんです。いい子でないと親に愛されないという思い込みです。潜在意識にある思い込みが皆さんの世界を作るんですよね。今皆さんの目の前にある世界は全て皆さんの思い込みで作られています。つまり大人になっても無意識にいい子であろうとするという習慣ができてしまっているんです。いい子は真面目、素朴、愛されるという流れです。だから色気より素朴な女性を作ってしまうんですね。ただですね、色気がある女性って素朴の正反対の悪、悪の要素がある人なんです。男性なら皆さん女性にとって例えばおじさんでもちょい悪親父の方が色気あると思いませんか。つまり男女ともちょい悪の方が色気が出るんです。ちょい悪とはエロスなんですね。要は色気が出せない人は頭では色気が欲しいと思っていたとしても幼少期の影響で無意識に素朴な女性を選択してしまうんです。そんなことしちゃダメ、いいこと聞かないとダメ、いい子にしなさい、そして思春期に入ったらそんな短いスカート履いたらダメ、そんなハレンチなドラマを見たらダメ、校則は守りなさい、このように真面目にしていることが暗黙の了解になっていたりして、つまり大人になっても無意識に色気を封印してしまうんです。悪を封印してしまうということですね。もったいないですよね。女性は誰でも潜在的に色気を持っていますから。つまり色気が出ない人はいい子でないと愛されないと思い込んでいるんです。いい子、真面目、素朴、愛されるという順番です。つまりいい子できないと思い、いい子であるために自分のエロスの悪の部分を抑えて解放できていないということなんですね。親や学校の先生にとっていい子という枠の中で生きていて、本来の自分のエロい魅力を解放できていないんです。なんとなくわかります。ヤンキーの女の子でエロかったりしますよね。要するに皆さんはもう親のいい子っていう枠の中で生きなくてもいいわけです。ですからイメージでいいんで、その幼少期の自分にそんないい子にしなくてもいいよ、愛されるよと声をかけてあげてください。そしてもう一つ、宇宙の法則では抑え込んでいる感情を感じるような現実が現れます。現実を通してその感情を抑え込んでますよというメッセージが渡されるんです。なので我慢していい子にしていた時感じていた感情をしっかりもう一度感じてあげてください。もっと自由にしたかったとか、本当は丸々したくなかったとか、もっと好きなようにしたかったとか、このような感情です。その時感じている自分に寄り添ってあげるんです。するとその当時の自分が癒されてきます。癒されるとその思い込みとか感情が解放されるんですね。だから皆さんの世界が変わってくるんです。つまりどんな自分であれ、先に自分が自分を愛して寄り添ってあげるということです。するといい子にしなくても愛されるんだと悪の自分に許可が出ますので、エロスの自分ですね。つまり自分が許可した世界しか起こってこないということなんですね。ですのでぜひ試してみてください。以上が男性目線の男性をしびれさせ引きつける色気がある女性の2つのポイントになります。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目がエストロゲンを出している、そして2つ目が悪の要素を出すになります。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。 LINE をご登録いただきますと、男性心理と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの引き継ぎ欄をプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。